フィフィが語る夏の大衆問題と男女の違い。エジプト出身のタレントフィフィさんは、フリーアナウンサー川淵ゆりさんが夏場の男性の大衆が苦手との発言で事務所との契約を解消された件について、自身の X、旧 Twitter で大衆は男女関係ないとコメントしました。川淵さんの発言は賛否を巻き起こし、事務所は異性の名誉を毀損する不適切な投稿として契約を解消しました。みんなの反応。昔は男性が社会的地位や権力を得る代わりに家族を養う責任や家督能力が求められ、誹謗中傷にも好きに言わせとけと多めに見ることが期待されていました。しかし現代の男女平等を目指す社会では、一般男性が一方的に中傷されて黙って耐える理由はありません。男性も男らしさや器の大きさを気にせず、男性差別に対して声を上げることは健全で当然の流れです。男女どちらがディスるのも NG で、露骨な差別やダブルスタンダードは許されません。汗や体臭が苦手な人は多いですが、私も含めて女性でも匂うことがあります。自転車で職場に行くと汗が流れ落ちるので、早めに出て汗拭きシートで拭いています。夫にもスプレーや汗拭きシートを持たせています。性別に関係なく周りに気を使うことは大切です。体臭よりも過度の香水の方が女性に多く、頭痛がすることもあります。正直な感想ですが、誰に向けての発信なのか疑問です。汗をかく人がみんな何回もシャワーを浴びられるわけじゃないし、職業によってはそれが難しい人もいるよね。確かに他人の汗臭さは不快だけど、それを口に出してどうするの？夏場に汗臭いのは仕方ないし、暑い中で頑張ってるんだから、もう少し理解してほしいよね。しかも、なんで男性だけ？女性だって同じ状況なら匂うのに。フィフさんは最初は異質に見えたけど、公平で正義感が強い人だと分かった。日本女性の奥ゆかしさも持っていて、日本が求める異民像だと思う。私は消防士で、火災現場では防火衣を数時間着続けるので大量の汗をかきます。防火衣は洗濯機で洗えず、業者に頼むとコストがかかるため、自分たちでデッキブラシで水洗いし、陰干しやファブリーズで対応しています。災害現場で汗拭きシートを使う消防士を許してくれるか心配です。現場の消防士は多少臭うことがありますが、矜持を持ってできる限りの配慮をしています。体臭や防火衣の匂いについて理解してほしいし、エアコンの効いた場所からの男性臭いというコメントは残念です。男女間に汗の匂いの差があるかはわからないけど、女性は自分の価値を臭くないことに置いている人が多かったと思う。それでいいパートナーに好かれるために努力してきた。一方男性はその点に無頓着な人が多かったんじゃないかな。女性もそれを甘やかしてきたけど、今は平等だから同じレベルにしてほしい。そうすれば男性美容の仕事も増えるかもしれない。異性の名誉を毀損なんて大人は本当の理由を言わないから少子千万だよね。炎天下でタオルを巻いて工事現場で頑張る男性たちを見ました。汗だくで大声を出しながら働いていて、暑い中でのジュル労働は大変そうでした。大衆もするかもしれませんが、彼らの姿が崇高に見え、感謝の気持ちが湧きました。事故やけが、熱中症にならないようにと願いました。このアナウンサー、自分は大衆がないって勘違いして発言したんだろうけど、歳を取れば誰でも体臭が出るって分かってないんだね。男女関係なく更年期障害も来るのに、浅はかな発言だと思うよ。認知症の高齢者を保護して通報することがあるけど、自分も将来認知症になるかもしれないし、誰かに助けてもらうかもしれない。邪険に対応すると自分に返ってくるよね。中年男性、中年女性、男子高校生、女子高校生が着たシャツを嗅いだら、中年男性が一番汗臭いって結果になったけど、事前に示さずにアンケート取ったら女子高校生が臭いって意見が多かったらしいよ。男性は肉体労働が多いから匂いが気になることが多いけど、女性でも匂いが気になる人はいるし、男性だけの問題じゃないよね。職種によっては仕方ないことだし、そういう人たちのおかげで生活が成り立ってるんだよ。どうしても苦手なら相手に文句を言うんじゃなくて、自分はその場所に近寄らないようにするべきだと思うよ。体臭は誰にでもあるもので、特に外で汗だくで働いている人に匂うから気をつけろというのは無理な話だよね。確かに何日もお風呂に入らないのは問題だけど、汗をかくたびにお風呂に入るのは現実的じゃないし、仕事帰りにスーパーに寄ることもある。普通に生活している人に対してマナーを理由に無理な要求をするのは正しくないと思う。汗だくで働いている人の苦労を理解してほしいよね。40歳前後の時、ホルモンバランスや食べ物の影響で体臭が気になってた。汗をかいた後すぐ拭かないと匂うんだよね。
息子が野球頑張った後のユニフォームの匂いを懐かしく思い出すよ。入院中、若い看護師さんが同室の高齢女性の着替えを手伝っていた時、その高齢女性が臭くてごめんなさいと言ったんです。すると看護師さんは気にしないでください、人間はみんな臭いんです、私も臭いですよと答えました。自分も3日に1度しかお風呂に入れず、体や髪の匂いが気になってからかったので、その言葉に救われました。おむつ交換が必要な高齢者の方々ならなおさらでしょう。看護師さんの言葉に感動し、素敵な人だと思いました。男の体臭に嫌悪感を持つ女性は多いと思うけど、灼熱の屋外で働く人もいるし、全員が何回も着替えたりシャワーしたりは無理。素直な気持ちだけど、配慮が欲しかった。事務所の対応は勇気あると思う。研修講師として偏った主張は問題です。女性も体臭があり、香水が公害とされることもあります。最近、女性への指摘はタブー視されるのに、男性への指摘は認められる風潮に違和感があります。男ってくくるのが良くなかった。不摂生だけならまだ許されたけど、臭いのは勘弁してほしい。入浴や洗濯、クリーニングは男女問わず大事だし、香水や柔軟剤も控えてほしい。仕事の関係で頻繁にシャワーや汗拭きシートを使えない人が多いのに、自分の理想を押し付けるのは間違いだと気づかないのかな。他人は自分の思うようには動かないんだよ。アナウンサーの発言としては問題があるね。体臭は男女関係ないし、変な香水でごまかす方が臭いこともある。欧米人は肉食が多くて体臭が気になるからコロンを使う人が多いんだと思う。エレベーターとかですれ違うとコロンの匂いがするしね。汗かいたら着替えるとか、少しは気を使った方がいいかもね。このアナウンサーも体臭と同じで、完全に不快感を消すのは無理だから、アンドロイドと共存する世界で生きた方が幸せだと思う。汗かく仕事を女性が多くになっていて、男性が臭いと言ったら女性差別と言われるのに、実際には男性が多く汗かく仕事をしていて臭いと言われるのは男女平等なのか疑問です。職業差別では体臭は個人で制御できないし、ケアはマナーだけど、求められるのはそれ以上でどうかと思う。批判はあるかもしれないけど、体臭を気にしすぎて香水をつけすぎる女性もいると感じます。都市部の匂いや人混みが嫌なら地方に住むのが良いんじゃない。仕事も辞めさせられるみたいだし、地方なら匂いも気にならないし、地震のリスクも少ないしね。真夏に仕事してるとシャワーできなくて臭くなるけど、そういう人たちがインフラや家、電気、エアコン、上下水道、ガスを支えてるんだよね。宅配も配達員さんが汗かいてくれてるし。体臭って自分じゃ分かりにくいし、人それぞれ違うよね。気にする人もいれば気づかない人もいるし、だから男性全体を一括りにして話すのは良くなかったと思う。解雇はちょっと行き過ぎかな。女性が無意識に男性の体臭を嗅ぎ分けて、父親と違う匂いの男性に惹かれるって科学的に証明されてるけど、それはまた別の話だね。良い人なのに臭いだけで嫌われるおじさんが多いんだよね。臭いって本能的に嫌われるから仕方ないんだけど、欧米では体臭が普通だからデオドラントが普及してるけど、日本では体臭の遺伝子を持つ人が少ないから商品も少ないし、使う習慣もあまりない。だから匂い人は自分の匂いに気づかずに嫌われちゃうんだよね。体臭がひどい人や無頓着な人がいるのは事実で、特に男性が多いかもしれない。でも男性だけに限定するのは公平じゃないし、デリケートな問題だから話が大きくなったんだね。炎症は仕方ないけど、解雇はやりすぎじゃないかな。中傷したわけじゃないし、厳重注意でよかったと思うよ。夏の男性の体臭が苦手というだけなら問題なかったのに、不摂生してる宝徳優の体臭が苦手、一日数回シャワーや汗拭きシート、制汗剤を使ってほしいといったことで余計な敵を作ってしまったんだよ。女性専用車両のインタビューで痴漢だけでなく臭い男性もいないから快適と言ってた女性を思い出した。おじさんの体臭いじりは許されるけど、女性に対してなら大問題になるよね。体臭の対策は体質や状況によって難しいこともあるよね。私も屋内で働いてるから対策できるけど、外で働く人や多汗症の人は大変だと思う。自分ができることを他人に求めるのは差別だと思うんだ。このアナウンサーはそれを理解せずに軽々しく発言して、人として当たり前のことができてなかったね。この人のことはこのニュースで初めて知ったけど、周りからまともな注意もされずにチヤホヤされてきたんだろうなって思うよ。勤務中にシャワーは難しいけど、汗拭きシートや制汗剤、
着替えで清潔にしてほしい。体臭って結構大事なんですね。僕も年齢的に気をつけてるけど、食生活である程度は抑えられると思う。特に喫煙者は注意が必要で、自分じゃ気づかないけど周りは感じるからね。マナーとしてお互いに気遣いが大事だと思います。センシティブな話題は気をつけましょう。例えば男性の方が匂いがきつい貧乏人が犯罪を犯しやすい、女性が産休で仕事を離れやすいなど、契約解除は驚きです。私が一番苦手な匂いは制汗シートの香料。汗自体はそんなに気にならないけど、制汗シートで拭いた後の香料が本当にダメ。臭くて頭がクラクラして、ひどい時はめまいもする。夏は地獄だよ。なんであんな強い匂いをつけるのか理解できないし、汗の匂いを消そうとする行為も信じられない。汗をかいたらそのままの方が爽やかだと思う。日本のジェンダーギャッツ指数が低いのは家庭内でも影響があるからかもね。子供は欲しいけど旦那はいらないって若い子の話を聞いて驚いたことがあるよ。だからジェンダーギャッツ指数が上がるのは難しいかも。この暑さで外出すると臭い。おっさん、臭いって迷惑かけそうだからエアコンとサーキュレーターで部屋にいるのが良さそうだね。暑いな。飲食店や映画館で隣に汗臭い人が来るのは最悪で、大抵はおじさん。自分も中年男だから体臭や服装の清潔感には気をつけている。自分では気づかないからこそ周囲への気配りを意識している。でもアナウンサーとしておじさんは臭いと受け取れる発信は軽率だった。本音ではそう思っていても発信する必要はなかった。男性でも女性でも匂い人はいるし、ちゃんとしてる人もいる。人が集まれば臭いのは仕方ないし、体臭だけじゃなくて香水も問題だから、みんな少しずつ周りに配慮してケアしようって話。なんでおじさんを攻撃したくなるんだろうね。男性の方が体臭を気にしていないのは確かで、体臭が気になるのは男性が多い。女性が体臭に無頓着なことはほぼない。男性は喫煙や食べたものの残りががあるから、体臭に関する発言が男女差別かどうかは微妙。自分の周りの統計的なことを言っただけで飛躍した見解ではない。逆に女性の体臭がひどいということはない。女性の化粧や香水の匂いがきついと言っても男性では少ないから問題にならない。日常の出来事として事実を言ってしまうことはある。アスリートは汗がサラサラで匂いがないのは老廃物が少ないからです。老廃物が少ないと細菌が分解する餌がなく匂いが出ません。身体を使って働く人も同じで不足なりにくいです。逆に身体を使わないけど新陳代謝が多い若い女性は匂いやすいです。フィフさん、反応しなくてもいいかも。大きな問題になるし、メディアもすぐ食いつくから慎重にね。臭いものは臭い。日本では多くの人が匂いに敏感で、非喫煙者が喫煙者の匂いを不快に感じるのは普通。喫煙所は儲けるのに体臭は放置されるのが不思議。なぜ体臭に対する意見に反論するのか理解できない。現場仕事は大変で汚れそうな顔で見られるけど、やってみたらわかるよ。熱中症警戒してたら仕事終わらないし、エアコン効いてる部屋で仕事してる人が羨ましい。出産直後、冷房の効いた部屋でも汗がダラダラ出るようになったのは、出産で男性ホルモンが増えて更年期のホットフラッシュみたいな状態になったからだそうです。だから無意識に男性の方が汗をかく、汗臭いって認識になったんだろうなと思いました。他の人も言ってるけど、香水とか嫌な匂いは人それぞれだし、不快にならないように努力しろって言われても頑張ろうって思う人は少ないよね。自分は汗っかきで、制汗シート使ってもシャワー浴びてもすぐ汗が出るから、周りを不快にしてないかビクビクしながら働いてるんだ。普通じゃない匂いに悩んでるなら皮膚科とか病院に行くのがいいよ。悩むより行動しよう。自分が嫌いなものを否定する時の正義感には注意が必要です。他人を否定して優越感を感じるのはただの自己満足で、結果的に残念なことになりますよ。フィフさんは日本のことをよく理解していて、ほとんどの意見に同意できる。これからも応援しています。 SNS では若い女性が強かったけど、今は見た目の良い AI 女子が増えて、その強みが薄れてきてる。一般男性の不満もあって、今後も炎上は続くと思う。よく行くドラッグストアの店員さんが脇の匂いがして、接客は真面目だけど気の毒に感じる。男女関係なく匂いの人がいるので、自分も体臭に気をつけたいです。体臭って個人差があるけど、風呂嫌いな人が異臭を放つことも多い気がする。特にニンニクやネギをたくさん使った料理が好きな人はさらに体臭が強くなる印象がある。
制汗ウェットティッシュとか使わなくてもいいから、夏場は着替えを持ってきてほしい。朝からずっと同じシャツを着てると、体臭がない人でも臭くなるからね。でも、こんなことを SNS に書くのは匿名じゃないと難しいよね。この人も匿名アカウントでツイートしようとして間違えたのかもしれない。元のアナウンサーは公共の乗り物や場所、または職場の人について話してたんじゃないかな。汗を拭くいとまがない職業の人を批判するコメントもあるけど、それは理解してるはずだし、批判するつもりはないと思う。プライベートで公共の乗り物や場所を利用するときは、匂いを気にするのがエチケットだと思うよ。体臭は個人差があって、遺伝的に近い異性の匂いを嫌うのは近親相関を避けるためなんだよ。みんなの反応としては、体臭は男女関係なく、特定の性別を抽象するのは不適切だという意見が多いです。少数意見としては、川口さんの発言に理解を示す声もありました。当チャンネルの意見として、川口ゆりさんの発言は不適切であり、特定の性別を一方的に抽象することは許されません。体臭は性別に関係なく、誰もが気をつけるべき問題です。フィフィさんの指摘通り、公の場での発言には慎重さが求められます。